お疲れ様でした。トモヒト神童以来のレースだったんですけれども、これはあれですか、クルーメ G3 の、 落車のケアとかそういうのもあったんでしょうかね。そうですね、ケアもあったし、まあちょっと練習して底上げしたかったんで、はい、まあ練習とかもしっかりできたし、ケアもできたんで、まあ、体の状態は悪くなかったんで、まああとはレース感だけかなって感じでしたね。で、実際今日走ってみていかがでしたかね。やっぱちょっと周回中緊張もあって、なかなかこう思うように体が動かなかったんですけど、まあとりあえず1着で来れたんで、はい、明日以降は大丈夫だと思います。一歩目ちょっと踏み出した時、あれ大丈夫かなっていうのが見えたんですけど、ちょっと自分もそこをちょっと焦って踏みすぎちゃったんで、はい、まあでももう一回踏んだ時はちゃんと進んでくれたんで、はい、まあ、古生さんに先着できたっていうのも大きいのかなと。そうですね、大きいですね、はい、G1 取る上では倒さなきゃいけない。そうですね、はい、まあ、あとはまずはダイヤモンドも目指して、ね、そうですね、はい、目指せる位置に来たんで、はい、目指していきたいと思います。期待してますね、はい、頑張ります。ありがとうございました。